はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテンツ。本日のゲームはこちら、ツインビーコナミ1986年1月4日の発売のゲームということですね。はい、どんなゲームか全然知りませんねってことはないんですけど、まあまあでも意外とまだやってなかったと思うよ。多分まだやってないと思います。どうすよもう言わずもがなですね。もうコナミのシューティングゲームですね。もうグラディウスかツインビーかぐらいの感じのですね。もう看板タイトルですけども、そんなツインの B です。はい、まあ、双子の8ということなんでしょうか。あ、でもツインビーってどう書くんだろうな。そう書くのかな。あ、でもタイトル画面出せばわかるか。はい、今日のワンコンテニュー、1回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介とか、ね、体験とか、できればなと思いますけれども、ものによっちゃ秒で終わることもありますので、ね、その紹介とか全くうまくいかない可能性があります。今回はそんな回です。はい、やっていきましょう。行って3面いきましょう。どうだろうな。あ、やっぱツインの B か。あ、そうなんだな。はい、というわけでコナミ1986年、これもアーケードとかなんだっけな。その辺がよく、毎回その辺よくわかんないんだよな。てってててれててててててれてて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 ですよね。これってさ、鈴を取ればパワーアップとか、まああとキャンディーを取ればパワーアップとかいろいろあるけど、法則とかあんのかな。全部ランダムなのかな。上手い人がやれば何回目で色が変わるとか、そういうのを把握してたりして、なんかスンスンスンってな、こううまく強化していったりできんのかな。このゲームも、まあこのパワーアップのあるシューティングゲームあるあるだけども、途中でパワーアップが切れたら終わりみたいな、そんなゲームだよな救済とかない、合ってないようなもんだよな。リスタート地点が割と地獄だったりもするしね、ものによっちゃ。そんな感じで、デモ画面は割とパッタっぷり見せてくれますね。尺を稼いでくれますね、デモ画面が。あ、終わった、ち、おのれ。よし、行きましょう。B が、玉で A が地上だよね、多分。で、雲の中からベルを出しましょう。一応一面のうちは、あ、間違えた。空中の敵は弾を撃ってこないはずなんで、多分。あ、白だった、今の。あぶて、あぶだ。あぶて。味なんかねえよ。そのさ、黄色とあの白が見づらい問題あるよね。で、あの敵の弾に当たったら、あの腕がなくなりますよね。で、直接当たったら一発アウトですよね。そんな感じ。あー、やめてやめて、ちょっとやめてやめて。あー、また白だったのに。白と黄色が見づらい問題あるよね。あんまりこの弾をさ、もてあそばせすぎると危ないよ。なんか敵に変わるんだよね。でもあれ、敵に変わった時ってあれって高いんだっけ、あの点数が。ちょい待って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 、見た目の可愛らしさとは全然こう様子の違う、この恐ろしいゲーム。あと1個ぐらい取っていいよ。あ、ナイス。はい、スリーウェイ取りました。もう勝っちゃいました。これさ、スリーウェイと分身が同居しないんだったっけな。スリーウェイ取ったら何かが取れないんだよね。まあもちろん、ツーウェイショットとかダブルショットは取れないんだけど。ただこのワイドショットを取った時の、さあ危ない、あるあるとして、こう、狙ったところに打てなくなるみたいな。バリアは取れるんだよね。分身とバリアが同居しないんだっけ。なんかそんなんあるよな。ちょ、やめろ、お前ら。よしよし。はぁ、あ。今、地上にあるキャンディーを取ったら、キャンディーだったよね。このスリーウェイショットになったみたいな感じです。ちょ、危ない。一面のボスから、なんか、割とちゃんとしたボスですね。おーい。口ほどにもないよ。楽勝だわ。あ、これクリアできちゃうんじゃない。でもこのゲームってエンディングみたいなのはないんですよね、確かね。周回プレイみたいな感じじゃなかったっすけ。一応取っちゃおう。危ないよ。もうこの、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、バカ。あー、やっぱそうなるんだ。
ツーウェイショットでもないんだ。そっか。じゃあ、素人った方がいいね。スリーウェイショット解除のその、あれなんかね。まあ、実質3連射なんだけど。こいつはやっていいんだよね。あれ？やれなかった。危ないよ、バカ。ベルが取れないでござる。この状態でキャンディーって取ったらどうなるの？そもそも出ないんだっけな。全然狙えない。あ、ナイス！はぁ、恐ろしいでしょ。恐ろしいでしょ。曲線の動き。グラディウスにあんまりないようなこの曲線のこの殺しに来る動き。白白よし。あ、星ってなんだっけ。危ないよバカ。あ、こういう感じか。とーそい。何の音。1アップした。5万点1アップね。ピーポーピーポー、いつ当たった。ちょっとパニックパニック。スピードをよこせ。青いベルをよこせ。ちょ、ベルがそもそも出ない。ベルがそもそも雲から出ない。どうした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 。ちょ、青になるまで揃ってないよ。ただ割ともうそれどころじゃないよ。ああ、そのたたたそうです。2人プレイになるとこの揃ってたベルを打たないとか取った取らないで大体口論になりますよ。これも任天堂スイッチオンラインでできたっけな。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。やばい。ボスの音。ちょ待って、待って、バカ。ふう、楽勝だぜ。まだ一回もね、当たってない、当たってはいるか。まだちょ、やめて、バカ。まだ一気も死んでないしねって言おうとしたけど、一気死んだからパワーアップ解除されてるんちゃうんか。さあさあ、よく避けたな。さあ、あ、これ緑の間はもしかして判定ない。白の時だけ判定がある。ちょ逃げんなお前。先回りすればいいのかな。ああ、なんだ、先回りすればいいのか。なんだ、楽勝じゃないですか。残機2もあるし、もうこれ多分クリアできちゃうんじゃないかな。いやー、なんて楽しいゲームだ。青こう人間の欲とか。ね。というゲームでした。予言通りだよね。一手三面点。こうやってどうだ、裏技でコンティニューあんのかな。コンティニュー駆使してどこまでいけるのかな。もう無理な気がするけどな。3面の頭でパワーアップない状態で放り出される時点でもう無理な気がするけど、これコンティニューあっても。はい、そんな感じで、はい、予想通り、自他ともに予想通りの展開になりましたけどもね。まあ、3面に行っただけ偉いんじゃないかっていう、ね、すごいんじゃないかって、よくやった方じゃないかとも思うぐらいです。はい、というわけで今日のワンコンティニュー以上です。お疲れ様でした。さようなら。ありがとうございました。